ひねふちまは、日本の外交官、法務省大臣官房審議官や、ナッシュビル総領事を経て、中東ティモール特命全権大使。新型コロナウイルス感染症の流行を受けマスクを着用し、東ティモール大統領宮殿にて1981年防衛、大学校卒業。同期に、岡部都市や陸上幕僚長、菊池豊伊豆市長など、 1983年外務省入省。1986年、ジョンズ・ホップキンズ大学ポール・エイチ・ニッツェ・高等国際、関係大学院卒業、修士。1988年外務省国際情報局、企画課課長補佐。1991年外務省経済協力局、優勝資金協力課課,課長補佐。1993年外務省アジア。 太陽州局南西アジア科首席事務官。1997年在カナダ日本国大使館一等書記官。1999年在パキスタン日本国大使館参事官。2002年国際協力銀行開発第一部第一般課長。2004年外務省大臣官房交差政策評価官。2005年外務省大臣官房情報通信課長。 2007年在オーストラリア日本国大使館主席講師2010年在エジプト日本国大使館主席講師2013年法務省大臣官房審議官2015年ナッシュビル総領事2018年アジア福祉教育財団難民事業本部長2020年2月5日中東ティモール特命全権大使ありがとうございます